ありがとうございます。皆さん、2週間ぶりおハローこんばんちゃ、美味しいものは世界を救う、どう永井マリエ TV の永井マリエです。なんか自分の声に自分の声をアフレコするってすごいなんか難しいんだね。なんか口の動き見ながらこう喋ってんだけどさ、すごい難しいタイミングを合わせるの。今回も前回に続き環境音がうるさいということで副音声を持ってお届けしたいと思います。今回ね、あの最初っ端はね、あの三文いくら稲荷っていうなんかすごい豪華なさ、もう痛風万歳みたいなあの稲荷寿司を食べてます。これね、すっごいね、結構並んでた、人気だったのかな。あのインスタとかでも私これ来る前に見かけてて食べたいなって思ってたんだけど、運よくお店を見つけられて行ってます。あ、ね、前回の反省点として、あの何を喋ってるかわからないっていうことがあったので、今ちゃんとあの台本を作って、台本を見ながらアフレコしています。これはね、顎の運動をしていたの。あのさ、私顎も外れたことないんだけどさ、顎外れると痛いって言うじゃん。だから大きい口を開けるときに食べるときは顎の体操をしてから食べるようにしております。皆さんも一緒に、顎の体操をしてご飯を食べましょう。すごいね、この稲荷寿司ね、あのもう注文したらどん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 ね乗っけてくれるの、サーモンとイクラを。もう見てて楽しかった、うん、で、あ、福丸です。ここに隣に福丸がいます。あ、待って、次のシーンに行っちゃう。ほら、なんかアフレコしてるのに、あのうまく台本せっかく用意したのに、アフレコ福丸くんにあのなんか突っ込まれました。お前ちゃんとしろって。これはね、キュウリです。あのキュウリ、あの本来目的のある目的、本来行こうと思ってたところに迷子になっちゃって、迷子うろうろしてたらキュウリが目についちゃって、キュウリに吸い寄せられるように気がついたらお金払ってキュウリ食べてた。なんでさ、さっきあの言ってたけどさ、夏に食べるキュウリってさ一番美味しいよね。なんで、あ、すごい熱い吐息聞こえますか、福丸くんのすごいマイク元でさ熱い吐息をかけてるんだけど、やめてよね、これ副音声なんだから福丸。熱苦しいじゃん、今涼しいもの食べてるのに。これはきっと多分あのチャムちゃんの、あの咀嚼音の方が大きくなっちゃうみたいなことを話してます。なんね、ちょっとお姉ちゃん顔さ、マイク奪わないでってば。あ、ここからねすごいね、頭暑さで頭がやられているね話し方をするので、ね、ちょっとね聞いてほしいんだけど、皮膚が焼ける音がするって言ってるじゃん。でこのあとね、すごいね暑さでやられているのか、まあ、元からなのかわからないんだけど、頭のおかしいことを喋るんですよ。どうぞ聞いてください。カッパになりそう、うん、なんかさ、海鮮、卵、うん、今キュウリじゃん、うん、海、陸、海の空を制覇してないから取りだめたい。うん、え、海、陸海、陸、海の海って何？あ、海だわ。うん、海だわ。喋んない方がいいかも。はい、チャムちゃんその通りだと思います。喋んない方がいいと思うということで、副音声の永井マリエも黙ります。すいませんでした。なんかちょっと暑すぎて今避難しております。皆さん夏は熱中症に気をつけましょう。気をつけましょう。水分補給もしっかりと、キュウリ補給もしっかりと。そう、キュウリは水分でできているらしいので、さっき食べててチャムから衝撃のことを聞いた。キュウリには栄養がほとんど入ってないらしいですよ。ほとんどってか全くないんじゃない。マジ？え、じゃあキュウリは何であんなに美味しいの？水だから。あ、水がない。なるほどね、確かに人間のあの体内すべて 80% 水だもんね、確か、うん、結構さ外国の方が増えたよね、うんうん、って思って嬉しい。コロナも
コロナもなくなってはないけど、コロナもみんなそろそろ世の中打破してきて、外国のお客さんがいっぱい来て。でもなんかさっききゅうりをさめちゃくちゃさ美味しそうに頬張ってたらさ、外国の方がさきゅうりをさめっちゃ私たちが食べてるのをさチラ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 見てさ、美味しいって言ってたらね、きゅうり買ってた。宣伝になりましたね。そう、築地のきゅうりの漬物の外国人向け宣伝をしました、しっかりと。次どこ行こうか、何食べよう。なんかさ食べたかったのがさ見つからなくて。結構築地って広いんだね。ね、うん、いや広いのは知ってたんだけど、ちょっとこの暑さの中でこう動き回る HP が、そう、意外にさこうちょっと私さあの、ごめんねごめんね、チャム雨女やん、うん、チャム雨女やから、あの、ま、曇りかなと思って頑張って、今日天気予報午後雨降ってたし、雨降る予定だし、だから曇りかなと思って曇りの手で行ったら、もうちょっと私の力が強かったのかもしれない。アイス食べたい、アイス食べたい、アイス食べに行こう。なんということでしょう、こいつアイス食べに行こうって言ったのに手に持ってるのはいちご飴というすごい、何こいつは飴もアイスだと認識しているのか、それとも暑さのせいで頭がおかしくて血迷ったのか、それとも飴が美味しそうでアイスを並んでいたのに飴に急に浮気したのか、まあ、多分飴に浮気した記憶があるので、アイス並んでたんだけど、いちご飴が美味しそうすぎて、あ、もう本日2度目の顎体操。みんなやっぱ大きな口を開けるときは顎体操してから、あの、大きなものを食べましょうね。こっからね、役に立たない食レポをするんですよ。もう聞いてて聞いてて、あ、すごい美味しそうな顔をして喋りますね、きっと。多分どうぞ。うん、中身が、うん、中身、うん、うん、うん、なんかすごい、何かちょっと、うん、なんでチャムちゃんこのモゴモゴ言ってるのに、あの、ちゃんと歯にくっつくっていうことが理解できたんだろう。すごいよね、これはさすが長年の付き合いということです。あ、そしてね、モゴモゴ言ってた言ってるだけでね、食レポが終わってもう締めの作業に入っております。もうあれは食レポじゃないでしょう。あの、本当にすいませんでした。なんか多分今日、今週は前回の動画に比べてより一層食レポというものを放棄して食べてるだけの動画を送っていたと思うんですけれど、すいません、食レポうまくなります。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。インスタグラムとツイッターもやっておりますので、そちらの方のフォローもよろしくお願いいたします。いいねボタンもよろしければお願いします。はい、また来週お会いしましょう。バイバーイ。本当にずさんなアフレコでごめんなさい。最後まで見ていただきありがとう。来月は、週一投稿に戻します。楽しみにしててね。